今日はガーシーの話をしたいと思います。皆さんご存知の通り、あの芸能界、最近はですね、経済界も揺るがす勢いのガーシーですけれども、NHK 党から参議院議員選挙になんと日本に帰らずに、中東からですね、立候補するっていう、まあ、とんでもないことになってるわけですけれども、なんとその、日本にいないのに国会議員になってしまうと。それ大丈夫なんですかっていうふうなことをですね、NHK 党の立花党首に聞いてみたらですね、大丈夫ですと。秘書を通じて質問主意書というのを投げるとですね、国会で取り上げざるを得ないと。で、NHK 党もう一人浜田さんっていう参議院議員がいるんで、その人が取り継ぐと。そうするとですね、芸能界の、闇みたいな、経済界の闇みたいなネタがですね、もう国会に出ちゃうんですね。で、国会出ちゃうと、多分おそらく、マスコミとかも取り上げざるを得なくなる。というような話になってくるとですね、今は、こう、やっぱりそのメジャーなメディアだったりとか、全然そのガーシーがしてる YouTube とかでネタにしてる、こととかがですね、まだあんまり、こう、世の中の多くの人たちには触れてないですけれども、これもし、国会にっていう話になってくるとですね、ちょっと話が違うなと。で、まあ、僕もガーシーのネタではないですけれども、その、まあ芸能界の方とか、政界の方とか、まあ政界はそうでもないんですけど、経済界の方ですかね。まあ結構やんちゃをやられてる方々が、いらっしゃってですね、これはちょっと違法なんじゃないか、うん、みたいなことをやられてる方々も、ちらほらと、まあ、まあ、聞くこともあれば、目の当たりにして、うわ、これはちょっとやばいんじゃないですかって僕も言ったりとかしたこととかもあるんですけど、まあそういうことをしてる方々、ちょっとやんちゃな方々も今いらっしゃるということで、そういったことをですね、まあ、これ面白い現象で、その多分ガーシーそのものはそんなにネタ持ってないと僕は思うんですよ。僕もよく六本木とか西麻布とか飲み歩いてる方ですけど、ガーシーと会ったことないですから。なので、そこまでめちゃくちゃ顔が広いかっていうと、僕はそうでもないと思うんですよ。なんだけど、俺すごい怖いなと思うのは、あれだけ露出して、YouTube とかで取り上げられて百何十万も、その登録者がいると、影響力あるから、その、垂れ込みが来るんですよ。で、垂れ込みの中には、もちろんその、嘘みたいな垂れ込みも来るんだろうけど、信憑性これどうなのみたいなのも来るんでしょうけど、今ほら、iPhone とかで撮れるじゃない写真とか動画が。で、それ付きで来ちゃったりすると、もうこれ本物だって、ねえ、某有名俳優の方が全裸になってる写真がツイッターになんかガーシーがアップしてて一瞬で削除されてたっていうかアカウント停止されてましたけど、まあそんなことになっちゃうから、それが実は週刊文春とかね、そういうこう暴露系メディアとかには昔から来てたんだけど、それが直接ガーシーとかに来るようになっちゃってるわけですよ。それが国会議員になるわけで、国会議員になると多分その信憑度合いが違うというか、一般人って、なんていうの、ネタの正確性をどのようにして判断するかっていうと、こう、ちゃんとした人が言ってる。だからガーシーが国会議員になったら、ちゃんとした人になるわけじゃん。だからガーシーっていう国会議員が言ってることだから正しいだろうって思っちゃうんだと思うんだよね。そうなってくると、俺はちょっとなんか、まあよくそういうめくられるみたいな話ありますけど、まあ怖いよね。という今すごい状況になっていて、ガーシーが当選しちゃったら、芸能界とか経済界でちょっとやんちゃってた方々は、ブルブル震えてしまうんじゃないかなっていうふうに客観的に僕は見ております。